I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna. ただいま6時前でございます。7時の便に乗ります。日曜日の朝一は混んでいたので早めに行くことをお勧めします。さあラウンジではねご飯が食べられないのでここでご飯を食べてからラウンジに行きます。クリーム入ってんじゃないの、出てこない。コーヒーでほっと一息します。皆さんこんにちは、四季並美穂です。マイクのテスト中、マイクのテスト中。おはようございます、こんにちは、こんばんは。それでは飛行機に乗っていくので着替えていきたいと思います。では飛びます。機体を見ていなかったんですが、鬼滅ジェットだったようです。今日はモフモフで撮っていきたいと思います。到着しました。千歳空港に到着です。さあまずは3階に行ってご飯を食べたいと思います。はい、さすがに朝はやっていないお店も多々あります。松尾ジンギスカンだ。でも明日ジンギスカン、あ、ラーメン道場行列、あ、あのエビに並んでる、うん、エビが行列。あ、危なかった。みんな朝からラーメン食べるんだね。わ、めっちゃエビの匂い。じゃんじゃーん。あ、ここやってない。これ美味しそうな、そう、これだから旭川の有名なやつ。ねえねえ、どれも行列だね。ラーメン食べられなかったので札幌に向かいます。新千歳空港から札幌は快速エアポートで40分ほどで着きます。すげえ、温泉とかサウナもあるんだって。到着。寒い、左、はい、こちらが遊園札幌でございます。北海道大学植物園の隣にございまして、遊園札幌のロビーまで紹介します。ルームツアーは後ほど。では入っていきます。洗練されたデザインがいいですね。傘の貸し出しもあります。ここを入るとフロントです。チェックイン、荷物預けします。扉の奥はレストラン、手前のスペースは自由に使えるそうです。こちらにもくつろぎスペースが。
芸術作品もあります。木のぬくもりを感じられるスペースでまったりとできそうです。日曜日ですが人は少なめでした。まだ雪が残ります。路面電車も。ラーメン横丁でランチにします。言わずと知れた名店欅に行こうとしましたが長蛇の列で諦めました。ど定番人気ラーメンはどこも並ぶの覚悟です。ラーメン横丁は空いてました。私たちのように並ぶのが苦手な方におすすめ。まずはやっぱり味噌でしょう。横動画がほぼないので縦動画45秒で紹介します。すすきので美味しい味噌ラーメン食べるなら元祖札幌ラーメン横丁、昭和47年創業のヒグマ本店。味噌は味噌でもいろんな味噌があります。レンゲは2種類。結構狭い店内で9席しかないけど大将のお心遣いが素敵なお店、国味噌ラーメン味噌バターコーンヒグマちゃん。いやもう香りから最高です。チューブと縮れ麺最高です。メンマが長い。長年愛されている札幌ラーメンヒグマ、コクがあるのにあっさりしていてどんどん食べれちゃいます。メンマ長い。あ、ペロリと完食。みんな行ってみてね。これから小樽に行きます。札幌から小樽は電車で3、40分ほど。札幌観光の合間にも行けるのでおすすめです。レトロな駅舎は撮影スポットとしても人気みたいです。小樽です。さあ小樽にやってきました。札幌から30分。今日気づいたことは、ブタオって小樽を逆から読んだからブタオなんですね。バイバイ。そうだよ、あっちが市場。ここら辺なんかめっちゃ覚えてる。とりあえず市場見るか。ハニー1本だけ食べる。ハニーの足1本だけ食べよう。いいですね、人が多い。なんか札幌と同じぐらい人が多い。小樽寒い、寒いよ。三角市場は駅から本当にすぐです。煮汁とかも見た。三角市場、とにかく安い市場。全長200メートル、横幅2メートルの細道に16店舗が並びます。市場は6時から夕方5時まで、お食事処は7時から夕方5時までやっています。東京ではなかなか見ない光景なので興奮中。ワインでかっ。ただ結構狭い、混んでいるので人混みが苦手な方は要注意。なかなか前に進めません。スーツケースとかは邪魔になってしまうかもですね。とりあえず出たい。先にさ出られるのかな、これまっすぐ行くと。出られる、出口に出たい。ああ、こっちです。こちら撮影スポットとして人気です。運河周辺を散策します。あ、
こちらが小樽タイムズガーデンでございます。なんだろうこれ、なんかハンモックエリアとかあるかな。なんかさ、私たちがさ旅行行くときってさ、なんか大抵曇ってるよね。うん、これが一番好き、はい、北海道のお菓子で一番好きなのは、はい、多分トカチバニラ。おいしい、おいしそう、けど寒いから食べれない。ガラス屋さん目指して歩いています。あった、見えた文字が。さんが作ってくれたピアスです。実際につけていきたいと思います。今日は札幌に戻るのでつけていきたいと思います。この透明感が美しい。右にもつけてみます。このさりげない存在感が好き。いいだ。はい、撮ってます。待って待って、マリコポリのものどういうの？ショウさんが。小樽の運河を見て、踏切見て、ガラスショップ見て、お散歩しましたので、そろそろ帰りたいと思います。帰りも電車です。今日は一日曇り空で寒かったです。宿に戻り、チェックイン時刻を過ぎたのでお部屋に行ってみます。温泉ではよもぎ湯が楽しめるようです。今回は5階のお部屋です。温泉旅館ゆえん札幌、2020年開業、札幌駅から徒歩約13分、カルルス温泉の源泉が楽しめます。ルームツアー開始。ハリウッドツイン24平米のお部屋です。ではお部屋を紹介していきたいと思います。まずですね、こちら玄関がございまして、この着るものとあと顔ですね、タオルとバスタオルの入った顔がついていますので、温泉行くときはこれを持っていきましょう。さあ進みますと、ベッドルームがございます。シングルベッドのお二つ洗面所は後でね。であとこの着るのと靴下、じゃーん、おお、長い熱がついてます。あとね、靴下もあるのでね、この分かれてるタイプの。では景色はこちらですよ。すごいいいね、これなんかちょっと作業したりするのにもいい感じの、ちょうどいいスペースがありますので、パソコンをしたりお勉強したりできます。いろんな説明もございまして、景色はこんな感じです。今日の景色、曇りなんですけど、カデル 27.7 があります。これ目の前は何なんだろうね。こちらは自然がいっぱいありまして、はい、そんなにあれな、広いというかコンパクトなんですけど、いいですね、おしゃれで。でこちらがミニバー、なんかあるくるみ餅とごぼうさん、あととうきび茶と緑茶、
なんかおしゃれだね。タイガーのケトルがあって、このなんかこれかわいいね。グラスとで、こちらにはレイソーコ、雪の水が入っています。北海道、はい、という感じでして、でこちらが洗面所、でこちらが洗面所です。ここら辺にアメニティが入っています。なんかゆえんのおしゃれなミスト、除菌ミストがありまして、ここはあ、ないですね。で、ドライヤー、モッツヘアで、お部屋にはシャワーのみとなっています。すごい、あの頭から上から降ってくるシャワー付き、おしゃれい。そしてこちらがシャンプー、コンディショナー、ボディーソープ、いいですね。玄関なっております。トイレは忘れていましたが、玄関の右で、じゃーん、あ、見えなかった、ここにあります。夕食を食べにすすきのの方へ向かいます。やってきたのは八京いくら御殿です。八京は札幌グルメの超定番、超人気海鮮居酒屋です。元祖ツッコ飯、あふれるイクラ丼が有名。予約必須で、イクラ御殿のみネット予約が可能です。本店やイクラ御殿など、出てくるメニューは一緒なので、元祖ツッコ飯、どこでも食べることができます。開店時間夕方5時の予約が取れました。はい、今回は2週間前に予約して最後の一枠でした。行くなら早めに予約することをおすすめします。はい、今日は八京の、いくら御殿というところに来まして、いくら御殿は全部メニューは一緒だそうなので、ここだけネット予約ができるのでおすすめです。でも本当に危なかった、最後の一枠だったんで、開店と同時の5時の予約おすすめ。こちらがお通し、北海道も食べられます。ホッケの開き、大きい、ふっくら、タレタンギ、知床サラダ、北海道の鮭と北海道の水菜と北海道のレタス、北海道の大根、カニさん、順番で順番で来る。緊張してきたね。緊張してきた。ありがとうございます。親子の中で間違いないですか？はい。ありがとうございます。すごい。ではこちらもお願いします。お願いします。お待たせしました。お願いします。よろしいでしょうか？はい。行きましょう。行きましょう。せっかめちゃんでーす。おいさー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 。鮭いないわ。親子ツッコ飯中2850円。じゃあいくらが何粒あるか数えてみる。いただきます。撮影に忙しいです。めっちゃ
さあ食レポどうぞ。語彙力。札幌は地下道があるので雨でも雪でも安心。八郷大満足でした。あとは温泉に入って寝ます。2階に温泉があります。最高すぎます。あんなおでん何にするの？この下駄おむす。湯上がりに北海道バニラが無料でいただきます。幸あれ。アイスは3時から深夜の1時までなのでご注意を。コインランドリーは5階と9階にありました。洗濯機は1回300円、乾燥機は30分100円で使えます。翌日私たちは利用しました。道東の方は午前中雨かもしれませんが、こっちは大丈夫です。イエイ。結構雨降ったんだな。うん、頭くりする？頭くりするか。きっと北海道の牛の牛だから美味しいよ。ハンバーガーも。市場が見えてきたです。あ、この辺いっぱいマンションもあるんだ。え、部屋で言うとマリオットって。マリオット大好きなアラサーです。フェアフィールドバイマリオット。札幌二条市場到着しました。札幌二条市場、朝食ランチが楽しめるローカル市場です。札幌駅からは徒歩約20分。朝6時から7時ごろ順次お店がオープンします。迷ったらここ。メインの市場っぽい道があり、その他にもお店が点々とたくさんありました。いろんなお店があって歩いているだけで楽しいです。お土産を買っている人も多くいました。朝一に来ましたが、お店は混んでいたので狙うお店決めておくと良さそうです。私たちが行ったのは大磯。最高の朝食が食べられる海鮮の名店です。朝は7時半からやっています。整理券を配るので開店前に待機必須。人気なのはね、大磯だ。極みか大磯だ。普通の本譜につくまるメガ大メガ大磯だもある。これは炙りもいいね。焼きも頼んでこれにしました。日替わり焼き魚三種盛り到着しました。うん、輝いてる。すごい脂が。食べたことのないサーモンハラス。続いて海鮮丼が到着しました。
スープカリーキング、札幌で有名なスープカレー百名店の一つです。食べログ百名店、札幌でおすすめのスープカレー、その名もスープカリーキング。メニューたくさん、辛さは15段階、辛さなしもあるから安心。ランチはドリンク付き。ここのスープカレーはコクと旨味のこだわりダブルスープ、きました野菜カリー。鶏ガラ、げんこつ、香味野菜のコクスープと昆布、煮干し、かつお節を使った和風一番だしの旨味スープにオリジナルスパイスでできているそう。美味しそう。こちらはチキンカリー。では私は野菜カリーをいただきます。うん、満足の様子。意外とあっさりしていてどんどん食べられます。うん、美味しい。札幌の人気店、みんな行ってみてね。さすがは百名店という味でした。お米も少し味がついていて美味しいです。チキンは揚げてあるのにホロホロで半端なく美味しかったです。スープカレーで迷ったらぜひ行ってみてください。北海道の夜、夕方か、午前午後6時でございます。札幌の夜最高すぎます。おしゃれで素敵。気象予報士なのでちゃんと四季はチェックしています。晴れてるね。ボーイズビーアンビシャス。ボーイズビーアンビシャス。クラーク博士の銅像でございます。あ、銅像は全身はもうちょっと遠いところにあるんですけど、胸像でしたらこの駅から北海道大学の中にございます。 Always be ambitious という言葉が有名ですね。ジテスさん、ジンギスカン十鉄、厳選部位のジンギスカンが食べられる名店です。セスキノから徒歩5分、本格七輪炭火で食べられるジンギスカン、絶対一度は行ってみる価値ありです。あ、北海道クーポンここですかね。じゃあ、じゃあでは今日の夜ご飯はジンギスカン十鉄さんでございます。入ってみましょう。20分ほどって予約なんですけど、まだ15分なので呼ばれません。匂いが上着につかないように別室にクロークがあります。さあ、お客さんに1人前になります。0.5で1800円ってことですね。そうですね。これで一応1人前なんですけど、こちらとこちらの 0.5 くらいの。ああ、なるほどなるほど。2人食べるなら2人前とかがいい。そうですね。じゃあこれ2人前だ。はい。やっぱり北海道は札幌クラシックと北海道限定ワップガラナさん。初めて飲む。これぞ本格炭火焼き七輪。お肉さん到着。2人前なので人によっては少なく感じそうです。おー、すごい。混ぜながら。おー、肉ちょうどよかったね。よし、1000円だよ。木渕さんは量少なく1000円なのでご注意を。奇跡の味。
バーラーペンギン堂締めパフェの名店です。すすきのから徒歩5分、現金のみなので注意してください。北海道といえば締めパフェ、こちらは人気のバーラーペンギン堂さんです。ここで今日はジンギスカンを食べた後に締めたいと思います。今朝はですね、まずは朝は二条市場で海鮮の焼き魚を食べ、昼はスープカリーを食べ、夜は夜でジンギスカンを食べて、後にカフェで締めたいと思います。どうぞよろしくお願いします。この辺が果物のソルベを使用したアルカジャ、こちらがジェラートを使用したパルフェ、このこちらのパルフェにしようと思います。店内にはたくさんのペンギンさんがいました。これぞペンギン堂。やばすぎる。シャンパンの女がやってこちらお茶のパルフェでございます。ペンギンさん奥じゃない、洗濯するために両替しました。朝食会場は加賀東城、和定食の料金は2800円で前日までに予約が必要です。メニューはこんな感じ。すごい、お刺身のポテトサラダ、ポテトサラダでいくら乗ってるって。ザンギがあるよ、ザンギ。じゃあ、ドリンク。おー、ちょ、コンポタだって。これは、ん？ほうじ茶、コーヒー、スープってことか。冷たい飲み物もいろいろありました。温かいの？お塩ですでにお味ついておりますので、このままの状態でお召し上がりくださいませ。で後ほどご飯物もお持ちいたしますので、まずこちらの方もごゆっくりお召し上がりくださいませ。はい、ありがとうございます。色とりどりのおかずが美味しそう。昔はバイキングが大好きでしたが、年々こういうお食事が好みになっていきます。そして来ました、こちらが名物ホッケのひつまぶし。美味しそう。あ、ひつまぶしってさ、これさ崩すのかな。そうでしょ、ちょっとずついいんじゃないと思います。ありがとうございます。あの白米のおかわりはできるって書いてある。あ、そうなんだ。大葉の香りがいいの。一番仕上のだし、失礼いたします。はい。お味のだし、好きだ、召し上がってください。はい。仕事なう。ダラダラしているように見えて働いています。あと、洗濯機を回しています。夫は部屋でリモート会議、私は街をブラブラします。とりあえず名所は回るスタイルです。
開いた締め札幌飯。食べログ 3.68 トップ5000四季並生涯醤油部門1位です。ラーメンさん到着。これはやばい。結構奇跡、醤油ランキングマジ高い。さあ札幌ともお別れのお時間がやってまいりました。時計台じゃない、テレビ塔バイバイ、大通公園バイバイ。今回の旅行で行ったご飯屋さんにお宿、すべて大当たりでした。もし気になった場所があればぜひ行ってみてください。ここから我々は旭川に移動です。旭川 Vlog もお楽しみに。さようなら。